はい、はい、よろしくお願いします。まず二大臣に対する分析、はい、可決されましたが、まず受け止めをお聞かせください。自民党などの提案理由とは全く違いますけれども、問責は当然だということで賛成しました。でそれは防衛大臣について言うと、米軍の基地固定化、沖縄の新基地建設、それからまあ防衛大臣としてはあまりにも無能すぎるというのはもう明らかだと。前田国交大臣について言いますと、公約だった八ッ場ダムの建設中止どころかそれを強行する方向に踏み出したと。それから直近の問題では地位利用による公職選挙批判の疑いが濃いと、まあ、いう理由で問責に賛成しました。で問責というのはかなり重いものですから、法的拘束力はないとはいえね、それが可決されたという重みにふさわしい対応をね、ご本人と任命権者である総理が、やられるべきだというふうに考えています。そのふさわしい対応といいますと、やはり文字通り問責にふさわしい対応を取るべきであるという立場です。あと今後の国会対応についてなんですが、はい、自民党は審議全面拒否というふうに言ってますが、共産党としてはどのように対応されますでしょうか。はい、自民党のような審議全面拒否という態度には組みしません。問責は問責と、きちんと国会で必要な審議はやっていくという立場です。それは具体的には問責に大臣が関わる委員会には出ないけれど、他のものには出るという理解でよろしいんでしょうか。まあ、基本的にはそういうことになりますが、よくそこは慎重に検討したいと思いますが、基本的にはやっぱり国会は審議をする場ですから、大臣を問責したからといって全委員会を止めるとかね、すべての本会議でないとかいう立場は取りません。まあ、問責を受けた大臣が所管している委員会をどうするかは、具体的にこれから検討したいと思っています。各社さんいかがでしょうか。毎日新聞の党です、はいはい。まあ、全面に拒否している自民党の今の姿勢については、まあ、決められない政治の、まあ、批判を受けかねないという面もあるとは思いますが、はい、これについてはどう受け止めてますか。問責というのも通り通り的に扱うべきでないし、やっぱり重いものですから慎重に検討する、理由もよく検討すると、やっぱり乱発は良くないと思うんですよね。それからまあそれで大臣が辞めなかったら審議を拒否するという戦術ですね。これはまあ自民党さんのお考えでしょうけれども、同じ野党ではあってもそこは立場は全然違います。やっぱり我々は審議拒否戦術というのは基本的には取りません。国会は審議の場ですから、問責は問責、きちんと国民の前ではいわば論戦を通じて政府を追い詰めていって真実を明らかにし要求を実現するというのが我が党の立場ですから、やっぱり審議をしてこそ国会というのは共産党の基本的な立場です。新閣さん、はい、民主党はですね、はい、消費増税を含む社会保障と税の一体改革について、はい、まあ、24日にの衆院本会議で特別委員設置をしたいというお考えのようなんですけれども、はい、もしその本会議が設定された場合は、まあ、そこら辺の対応はどうなりますでしょうか。よく検討したいと思います。やっぱ全会派が出席して開けるような方向、与党はやっぱり努力すべきでしょうね。もしそれを欠席するという党派会派があった場合、我々それは批判的な考えを持ってますが、やっぱりかなり重要な特別委員会の設置だし重要法案ですから、全会派が出席できる条件を整えると、そのために与党が汗かくということが大事ではないかというふうに思っています。そうしましたら、まあ、自民党は今具体的に言いますと、まあ、その今のこの問責に絡めた全面審議拒否方針を取ってますから、で出席しない可能性もあるんですけれども、まあ、それだと、まあ、その関係を整っていないということ。いや、それはその時点で考えます。まだ正式に24日本会議と看板が立ったわけではありませんし、自民党が欠席するって報道では聞いてますが、どういう事態になるかもよく見た上で判断してますが、まあ、基本的には我々はよほどの瑕疵があったりですね、重要な問題がない限り、委員会や本会議に欠席するという立場は取らないと、まあ、抗議の意味で出ないとか瑕疵がある場合に出ないということはあります。それは審議の条件が整っていないという判断でということですから、よくそれは見極めて、判断をしたいと思っています。今から出るとか出ないとかということをコンクリートしているわけではありませんが、基本的立場はもう先ほど述べた通りであります。
なんかこう欠席することによって相手を追い込もうとかそういう戦術を取るつもりはありません。よろしいですか。ありがとうございました。